いかがお過ごしでしょうか。今日はお出かけしたかな。なんかトップスの色感かわいいね。だってそう、これはとてもかわいいお洋服です。ちょっと中はそう、これはまたスケスケ、最近なんかスケスケの服ばっかり着てんだけどね。これめっちゃ今度また来たら写真撮って載せますね。これ本当お気に入り。これはねめっちゃお気に入り、ユナイテッドアローズかな、どこだっけ忘れましたけれども、そうこれめっちゃなんかね風景になってるんですよ下が。これはすごい可愛い服です。うん、ここ二重になってるからちょっとダサい、直そう。ちゃんとね見えてもいいものなので、これはジンギスカンってどんな料理？ジンギスカンは肉料理です。ラム肉です。ボムさん買いに行ったんで、ボムさん買いに行けなかった今日は。そうでも多分事務所にあると思うので、明日レッスンに行ったら見たいなと思います。あ、ボム見たよ、だって嬉しい、ありがとうございます。イエイイエイイエイ。今日は横浜エアーキャビン乗ってきました。お、横浜のロープウェイ乗った、だって実はどうでしょう。実はどうでしょう。まあお楽しみに。記者さんがおもろかった、ボムさんの、だって。嘘、ボムさんの記者さん、ニシキヘビ見つかった、だって今日探したけどね見つかんなかった。横浜のロープウェイ乗った、だってどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。今日も探したのかなって、探しました。私だってニシキヘビってツイッターの検索履歴ニシキヘビが入ってるから、今ニシキヘビのことが気になって、昨日とかもう1時間に1回ニシキヘビって検索して、ニシキヘビがまだ見つかってないのか見つかっているのか、もうすごいね気になって、うん、しょうがなかった。うん、そうニシキヘビを逃がしちゃった方もすごい声震わせながらインタビューに答えてたみたいで、私それのインタビューはまだ見てないんですけど、だから早く飼い主さんのためにも早くニシキヘビ見つけてあげたいので、あの早くニシキヘビが見つかりますようにってお祈りしています。
よろしくお願いします。錦蛇さん、本当に早くお家に帰ってあげてください。飼い主さんのためにも。でもね、皆さんも錦蛇が見つかったら近づかないようにした方がいいと思います。もう直ちにね、警察に連絡して錦蛇がいましたよって教えてあげるのが一番の正解だと思います。うん、神奈川に錦蛇多いのだって。いや、見たことはないかな。野生の錦蛇は見たことないかな。うん、ロープウェイから探したら見つかるんじゃない。だってロープウェイから探したら見つかるかな。いやでも結構遠いからさ、わかんないよね。うん、ね、気をつけましょう皆さん。自分のね、飼っているペットさんはね、お家から逃げないようにみんなで気をつけましょう。うん。ペンに蛇が巻きついてる。だってこれペンじゃないよ、リップだよ。おじさんおじさんがリップだと、リップとペン間違えました。コメントでした。今のはこれはペンじゃないです、リップです。はい。おじさんでしたね今のは。にらめっこ強いだってわかんないです。最近おでこ出し多いね。だって、うん、おでこ出し多いです。おでこ出し、おでこ出しでーす。これでね、癖つけてます。いつもこのドラえもんのピンでこうやってね、いつもこうやって止めて、こうやっていつもこうやってた。やば、おでこちょっと広いからあんまりだね今は。こうやっていつも癖つけてる。うん、おでこの土地いくらだって。お、買いますか。おでこの土地いくらなら、いくらで済みます。家賃8万だって。2500万を
上がりですね。2500万の方が決まり、なんかコヨーテっていうさカードゲーム知ってますか？コヨーテ、なんかボードカードゲーム、なんて言うんだろう、あれカードゲームっていうのかな、コヨーテっていう、なんかコヨーテっていうのはなんか数字がある、カードを引いてみんなで、で頭の上でこうやってカードを出すんですよ。一人一枚こうやって出して、まあ、何人かいて、で自分の数字だけが分かんないんですよ。でこうやってみんな一つ持ってるから、全部のこの全員の数字を足して何の数字か当てるっていうゲームなんだけど、そうでも自分の数字は分からないって、でもその中にマイナスもあるし、すごい20プラス20とかもうなんかいろんな数字がバラバラだから難しいみたいな、そうで当てていくみたいな、順番に当ててってみたいな、そう、それをこの前友達とやったんだけどね、めっちゃコヨーテおもろって思って、やりたいコヨーテ。コヨーテおすすめです、皆さん。おすすめされてもだって。なんかね、YouTuber さんとかもよくやってる。ワードウルフも面白いよね。そういうゲーム面白い、全部。人生ゲームとかもさ、好きだからさ、ボードゲームっていうんですか？が好き、私は。コヨーテ配信やろう、だってコヨーテ一人じゃできないんですよ。人狼はね苦手、心理戦だから。まあコヨーテも心理戦なのかな。じゃあ桃鉄やったことあるってことで OK だって。え、桃鉄やったことあるよ全然。いただきストリートも大好き。いただきストリートめっちゃやってた。野田ゲーやってよだって。あ、マジカルラブリーの野田さんのゲームやりたい。522日連続配信だって。やったー、522日、イエイ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 。いただきストリートって何だって。いただきストリートはなんだっけ、桃鉄みたいな感じかな。え、なんかね、いただきストリートはね、スライムが出てきてめっちゃおもろい、大好きだった。うん、そう、ボードゲーム
将棋っていうボードゲーム知ってる？だって知ってるよ、藤井聡太さん。ボードゲームやりたい。なんかこれはお話し会で池崎ストリートトークしに行きたい。だってぜひお話し会、次でもいつあるんだろうね。全くわからないけど、私は麻雀しかせんだって。麻雀難しい。そう、ドンジャラならできそうだけど。オセロ知ってるよ。私麻雀できない。でもあれ好き、スピード、スピード大好き。あとね、スピード好き、スピードシュ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 って出すやつ。でも人生ゲームが好きかな、一番。人生ゲーム好き。だって高校生の時、友達の家に人生ゲームがあったから、それしたいから友達の家に学校帰り寄って帰ってた。プレステの人生ゲーム、私の家もね、プレステの人生ゲーム一回あったんですよ。でもね、売っちゃってね、できなくなってね、悲しい。でも今大人になったから自分でゲームソフト買えるけど。そう、でも高校生の時みたいにさ、ゲームのためにさ集まったりする人たちがさ、今そんな集まれるの難しいじゃないですか。そう、だからやっぱ人生ゲームとかはね、今はあんまできないなって思う。人生ゲーム大好き。なんかね、キャラの顔とか変えられるのが好きなの。服とかそういうゲームが好きで、そのね、人生ゲームはね、髪型とか服とか変えられたからめっちゃ楽しかった。人生ゲームやりたくなってきた。だってね、やりたい。え、トモコレめっちゃやってた私。友達コレクション大好き。龍が如くやりたい。え、ってか龍が如く早くやんなきゃ。顔、お代理さんに惚れまくりの今日この頃です。え、マジっすか、嬉しいです。龍が如くは世界観がめちゃリアルだから好き。なんかも街を歩けたり、物壊せたりっていう、なんかあの人となんか喋ったりっていう、そういうのが現実と似てるから好き。なんか視点とかリアルじゃないですか。そう、だからそういう RPG が好きなんですけど、そういう RPG ありますか他に。そう、ファイナルファンタジーとかもなんかそういう世界観じゃないですか。そう、でもなんかね、ドラゴンクエストってちょっと違うんですよ、私の中では。星のアバターはお代理のやつなのかな。だって、はい、そうです。
集まれ動物の森、確かに僕の夏休み、そう僕の夏めっちゃ好きだった。うん、今からなら馬娘やろう。馬娘めっちゃ流行ってますよね。なんかえ、クロノトリガーめっちゃやってた、大好き。僕夏はね、クレヨンしんちゃんで出るんですよ。楽しみ、めっちゃ。ウマ娘おもろい、だってみんなやってるもん今。ひまわり、イヤリング、ピアス、イヤリング。なんかショールームアップデートしたらさ、美肌機能が普通前に戻った、めっちゃ嬉しい。だからフィルターとかなくなったんですけど、ショールームアップデートしたらさ、フィルターとかさ、なんか小顔とかなくなった。でもね、なんかね、違和感あったから今ので良かった、戻って嬉しい、めっちゃ。うん、そう、元に戻りました、小顔なくなった。あ、バグが多かったからなくなっちゃった。あ、そうなんだ、バグが多かったんだ。終電の夜好きだって。え、終電の夜好きってさ、人あんまいないから嬉しい。私もあの曲めっちゃ好き。うん、なんかいい曲だよね。終電まであと4分だみたいな、トゥルリン、トゥルン、トゥトゥルトゥ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 ン、トゥトゥルルトゥルルトゥルルトゥン。好きな人多いよだって。あ、そうなの。めっちゃいい曲だよねあれ。その年の曲で一番好きな曲、いいね。最近星空のミステイクよく聞くだって。確かに私も星空のミステイクめっちゃ好き。感想が好き、感想のさ踊りが好き。踊りが好き、感想。星空のミステイクいいよね。アナクリ年中聴いてます。あなたとクリスマスイブ、あれめっちゃいい曲だよね。私もいい曲だと思う、めっちゃ。ヘナチョコサポートめっちゃ聴いてるだって。おー、嬉しい。リセットコインっていい曲ばっかりだよね。引っ越しましたもいいし、ミステイクもいいし、
毒蜘蛛もいいし、リセットもいいしね。私やってみたい公演は、最終ベルが鳴ると恋愛禁止条例公演と、夢を死なせるわけにはいかない公演と、僕の太陽公演、4つやってみたい。これ絶対に。たくさんだって。でもさ、この公演もね、だってできないよね。もう何年も、だって公演ってずっと何年もやるじゃないですか。だからできる公演って言ってもさ、全部の公演できるわけじゃないから、もうね、やりたいけど、まあ、できない曲の方が多いんですよね。しょうがない。A6 めっちゃ似合う。だって A6 って何？恋愛禁止条例？目撃者？へえ。僕隊やってほしい。だってやりたい。僕隊、僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて。最近公演立ててないの？だって立ててない、全然。通常公演今年1回も出てないもん。うん、うん。君は悪くない、悪く泣かなくていいよ。もうドゥルドゥルドゥ、悲しかったジュリエット。僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて。トゥトゥルル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 日暮らし。あとなんだ、あ、ひとしさんディファディフェンス。ひとしさんディフェンスも、ひとしさんディフェンスもいいよね。臆病な愛しさのディフェンスにって。でも私がやるんだったら、多分ひまわりか日暮らしの恋になりそう。選ばれるんだったら、まあ、ひまわりか日暮らしの恋のメンバーになりそうだな。ジェットコースター絶対に選ばれないと思う。に当てはめられなさそう。こんなに好きなのにジェットコースター。トゥルルルンルルンルルントゥドゥントゥドゥルルルルルトゥルルって、こんなに好きなんじゃ。私はジェットコースターやりたいのに。ジェットコースターラブだっけ曲名。A だって。なんて曲だっけ。ジェットコースターラブ。
なんだっけ、僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちてて、もうジェットコースターラブでしょ。あ、僕とジュリエットとジェットコースター、え、そんなタイトルでした？僕とジュリエットとジェットコースターって、世界観いろいろすぎて、え？もうあなただけ、てててててれの捕まえて、なりそりそりな口じるな、だらないスリル、ハラハラどっちだとないの、もうあなただけ、てててれてれの捕まえて、まねどれそりな。ひまわりやったことあるからな。あとなんだっけ、もう一個ユニット、いそしさのディフェンス、ジェットコースターラブ、あと日暮らし、ひまわり、あと何なんだろう、あともう一個なんだっけ、なんだっけなんだっけ、あ、アイドルなんて呼ばないでか、あー、え、全部いいじゃん、どれやっても楽しそう。どれやっても楽しそう。アイドルなんて呼ばないで、なんでもいいや。まあ、こんなにいろいろ考えてるけどね、僕の太陽公演、まあ、やることはないんだろうな多分。やるでしょって、え、そうなの？なんか、そんなこんなわけでっていう曲あるじゃないですか、あの曲好き。あと竹内先輩、 Love you竹内先輩、なーなー好きなんです先輩、トゥルントゥトゥントゥルントゥトゥントゥルル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 ルトゥル竹内先輩ってめっちゃ好き。僕隊公演、そう、そんなこんなみたいだって、小田ちゃんこうはい、やば、竹内先輩って誰だって、わかんないです。そういう曲名があるんですよ、竹内先輩っていう曲名があります。苗字シリーズなら小池とかだって、あ、え、小池って曲って小池っていう苗字なの？小池っていうもうちっちゃい池の話だと思ってたんだけど、竹内先輩の竹内って竹内美優さんのこと？え？
違うの、小池って人の名前なんだ。もうちっちゃい池の話かと思ってた。なんかちっちゃい池の中でみたいな、なんか全然私小池って曲さぶっちゃけ聞いたことないからさ、知らないんですよ小池。だから小池知らない。そうなんだ、ちっちゃい池の話かと思ってた。そう、なんか嫌なことがあると私はいつもこの小池に来てみたいな、水を眺めるんだみたいな、その水を眺めて自分と向き合うみたいな曲かと思ってた小池は。違うんだ。小池っていう人の歌なんだね、知らなかった。小池くんがちょっとイケてる男の子になってるって話。そうなんだ。夜中に一人でガリガリくんを買う歌です、だって。でもガリガリくん買う話だって。そうなんだ。セリフが良い。セリフあんの？小池ーみたいな、小池ーって叫ぶのかな。後で聞いてみる。そうそうだって。合ってんのかい。でもさ、小さい池のこと小池って言うよね。言わないの？あ、小池だって言わない？ちっちゃい池、小池がある、あそこの小池にって言わないの？みんな言いますね。だってこれ言うってね、そっちがと思ってた。言いません。言うよね。言わないのみんな。びっくりんご。ゆりこさんってみんな言ってる。そういう意味か、小池だから。ブルンブルンブルン、ハバチビガバトボルブン、オボイビケベノモナバリムニミオノマナマナバババリムニ、ブンブルンブルン、ハバチビガバトボルブン。ブルンブルンブルン、ハバチビガバトボトボグブン、オボイビケベノモナバリムニミノマナマナナメカメビトザブンブンブン、アバチビガバトポップブン、コボコボンブニビチビババ、オボダバエベルビビダバデ、オレオボダバエベルビダです。ナバニビビってベルブンダバヨボ。ナバニビビってベルブンダバヨボ、オバタバシビババ、オボダバエベリビダバヨボ、ヨボロボシビグブネベミビンブナババ、
ヨボルブ、ヨボルブゴボハバンブ、ナバニビタバベベタバ、うん、おおぼいし、おぼいびしびそぼおぼでべすぶねべ、わたばわばたばしびわばじびんぶぎびすぶかばんぶタバベベマバシビタバオボナバカババオボナバカバイビパバイビデベスブ、頭皮きれいありがとう、アバリビカバトボオボジンジンジンギスカン、うん、これ小学生の時流行ってたんですよ、この言葉。チンチンチンギスカン、炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビ、AKB1 グラビアが似合うメンバー、え、私？ありがとう。皆さん、円周率はどこまで言えますか？私は 3.141592 まで言えます。3.141592 3.141592 まで言える。 3.141592 私はこれは初音ミクの曲で覚えたんですよ。3.141592 みたいな、そう、初音ミクちゃんの曲の絵聞いてて覚えた。どちらにしようかな、天の神様の言う通りはどういう感じだって。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つ打ってバンバンバン、柿の種です。私はどちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つ打ってバンバンバン、柿の種です。みんなは柿の種、え、神奈川それなのだって分かんない。私はこれかな。柿の種ピーナッツ多めでよろ、え、どういうこと願望。なんかスマートだって、アベベのベはだって、何それ知らない。間にナノナノナが入る、え？アベベアベベのベベベのベ、知らないな、聞いたことない。
2件つまんで。ジュゲムジュゲム五行の素敵でカイジャリ水魚の水魚松フライ松食うてるところに住むところヤグラ工事の村工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンガンクーリンガンのグーリンガングーリンガンのポンポコピーノポンポコナーノポンポコピーノポンポコナーノ超中年のジョンジュゲンですよね。これは小学生の時覚えたのでね、もう完璧に言えます。うん、お上りならば右の方、お下りなれば左側。破風の菊にはなんとかのなんとかとか落語みたいなやつもね覚えたことある。最近知ってますか、なんだっけ落語。この前落語覚えたんですよね。なんだっけ忘れました。でも一瞬でなんだっけな、マジで忘れた。忘れちゃった。落語だったかな、落語かわかんないけど、もうわかんないけど謎の言葉を覚えたんですよ。ダブルピースして、イエイ。何まんじゅう怖いって何？怖いよ、そのコメントがちょっと怖いんだけど。じゃあそろそろ配信終わろっかな。まんじゅう怖い、落語の話なんだ。え、突然さまんじゅう怖いってコメント来たからさ、なんか私の配信にまんじゅうが映ってるのが怖いのかなって思っちゃった。まんじゅう配信終わり怖いあ、もう怖いけど終わりたいと思います。皆さんじゃあこの後メール送るので待っててください。ではね、最後にじゃあおランキング読みたいと思います。いきまーす。13位、ごっちゃんあと7レンジャー。12位、ひのと。11位、まああとおだし。10位、直樹。9位、プロスペクト。8位、とっさんあとおだし。7位ごめん先生、6位あきもん太郎、5位ボマ、4位ショーン、3位みやちゃん、2位せいか、そして1位はカンターとカンカン。ありがとうございました。では皆さんまた明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。